安住春子は、行方不明などで知られる、山内真リ子氏のデビュー小説、ここは退屈迎えに来てが、実写映画化されることになり、橋本愛が主演することが分かった。共演に、門脇麦、成田亮が名を連ね、監督を、ママレードボーイの広木隆一が務める。日本の風景が、均一化し地域の独自性が失われる、ファストフード化を象徴すると評価され、 木の国や書店スタッフが選ぶ木のベス。2013にランクインした青春小説を人気、実力ともに兼ね備えた3人の新世代スターと繊細な心の機微を紡ぐことに長けた名称のタッグにより映画化。地方都市で退屈な日々を送る女性2人が、ある男性との輝かしい思い出を反する姿を描く。 何者かになりたくて、東京で就職したものの、10年経ってなんとなく、地元に戻った27歳の、私、橋本。実家に住みながら、フリーライターとして働くが、親からは、フリーター同然の扱いを受ける。高校時代の友達と再会した勢いで、とにかく格好良くって、背が高くって、サッカー部のエースで、不良とも適度に仲がいい憧れのシーナくん。 成田に連絡し、会いに行くことになった。道中、私の脳裏に、シーナとの忘れられない思い出が蘇る。一方で、東京に憧れと怖さを持ちながら、地元を出ないまま暮らし、元彼、シーナを忘れられない、私門脇。シーナがいなくなった途端に、彼氏面してくる、冴えない男と、断る方が面倒くさいから適当に遊んでいるけれど、 心は、シーナといた時の輝かしい記憶に囚われている。私と、私は、ここではないどこかにあるはずの、自らの退屈を埋めてくれる、何かを、シーナ君という存在に求めていた。告白、2010、で脚光を浴び、霧島、部活やめるってよ、12、寄生10、14、や NHK 大河ドラマ、西郷んなどは大作に出演した橋本は、 今作主演にあたり、原作を10代の時にお風呂で読んで、ああ好きだなと思って好きな小説の映像化に、関われたのはとても幸せなことでした。以前から広木監督の現場にも興味があったので、ダブルで夢かなって嬉しかったですと振り返る。そして、田舎の景色や気郷した時の思いとか、体が知ってることが多かったから地方出身で、よかったと思いました。 ご縁の塊のような作品に携われて最高です。早く見たいです。とコメントを寄せている。さらに、愛の渦などで底知れない存在感を見せた門脇は、誰かに強く憧れて、自分を認められなかったり、誰かに固執することでしか、自分の存在意義を見出せなかったり、年を重ねるにつれてそがれていくであろを苦しくて、 退屈な時間も、いつかは愛おしく感じられるのかな、そんな風に思えるみずみずしい作品になるのではないかと、思いましたと見解を述べる。人気急上昇中の成田は、一歩先にいるのか、後ろにいるのか、存在したのかしなかったのか、どこか愛せるようで愛せない、椎名役を演じました。富山の地に力を借り、広木監督をはじめスタッフや共演者の力を借り、 美しい青春とくたびれた白手の日々を過ごさせていただきましたと撮影を振り返っている。ここは退屈迎えに来ては2017年6月旬から7月初旬に撮影済みで公開は18年秋を予定している。